とことんやり込む、どうも、なおしんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、アイテム欄が12個余ってますね。デイリークエストから、行っちゃいましょう。今日は、この2つか。うわ、嫌いな場所だな。不気味な洞窟嫌いなんだよな。まあ、とりあえず、クリーパーの森、そして不気味な洞窟、ちゃちゃっとクリアしていきましょう。まずはクリーパーの森、初期 HP が1、そしてアイテムボーナス、敵が、アイテムボーナス、これか。もう、わっさわっさ出てくるやつだ。これはね、楽勝です。楽勝。矢もね、確か、矢は出ないのか、これ。にしてもなんか、やってて楽しい場所ではありますね。矢が出ないのはちょっと心配なんだけども、まあまあ、大丈夫でしょ。キャプテンは倒しながら進んでいきまーす。なんかあれね、ここ、ものすごい、騒がしい。カチ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 言って、すっごい騒がしいところだわ。で、これ、アイテムが出る代わりに、矢がね、おそらくこれ出ないんじゃない？宝箱からしか入手できてないんで、もしかしたらこの時は、矢が出ないのかもしれない。そうするとこのカバンビルドの時は、ものすごいデバフだね、これ。ものすげえデバフ。あぶね！よし、オッケー。あと1体かな？あと1体で、キャプテンは全部だね。あ、いた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 ！オッケー。なんじゃここ本当に。えらいこっちゃ。よし。変更点がどうなってんの？モブの速度が 70% 増加して、35% クリーパー、45% 略奪者ですね。別にまあそんな難しい、デバフではなかったね。このままクリアしましょう。うわぁ、マジか！マジか！変更がいる！もう、HP1 の時に変更とかやめてくれ、本当に。もう最悪だ。よし。もう HP1 で変更はね、マジで最悪なのよ、これ。よし。うわー、まだか。よし。若干倒していけ。よし。よっしゃ。いけ、もういいや、もう突っ込め。突っ込んでいくぞ。もう変更がいたときはもう死ぬんだ。もうしょうがない。そういうときはもうやり直す。もう少し。もう少しクリア。ちょっと待って。ここで出てこられたらもう最悪だからね。よし、いけた。よし。あぶれ、あぶれ。クリアです。では見てみましょう。デイリー1だからね。そう期待はできないよ。ミステリーで。で、こっちが何ですか？夜の棒258。なるほど。なるほどね。ケーブクローラーいりません。公開器、いらないね。よし。じゃ、次、行きます。それでは洞窟行きましょう。HP が 30% 減少して、レッドストーンキューブに変わる。食料貯蔵か。食料貯蔵別にあってもなくてもそんなに変わりはないんだけどね。まあ、行きましょう。もうとにかく俺ここが嫌いでね、このダンジョンが本当に嫌いなんだよ。まずね、長い。で、複雑。っていうことで、できればね、ここ来たくない場所なんだよね。極力はここ来たくない場所なんだけども、まあ今日はしょうがない。行きましょう。まあまあ、長いっていうことで、キャプテンはね、
いると思うのよ、たくさん。うん、6体必ずいると思うんだけども、嫌なんだよな、とにかく。とにかく嫌いです。脅威が増加か。ちょっと矢を増殖していきます。バブルバースター強いけど、変更が出たらもうとにかくやばい。変更が出るともうほぼ終わるからね。そこが弱点なんだよな。それをなんとかカバーできる装備を、やっぱ作りたい。いや、最近本当思うのよ。カバンビルドよりも、このバブルバースタービルドっていうのを、作りたい。こっちの方がね、おそらく強い。キャプテンがいない。なんでだ？いた。最後の方にいたか。やばい、もう危ない、死ぬとこだった。死ぬとこだった。よっしゃー。あぶねえ。なんだ。略奪者に変わるってやつね。いや、それは大丈夫。いた。あ、やっぱりいた。よし。OK。HP30% 減ってるから、多分ダメージ食らえば死ぬもんな。よし、OK。なんだ？脅威3。この先にもいるな。あと、神秘2つで完了だね。頼むよ。全部いた。よっしゃ、OK。ナイス。いや、ただ、雑魚と一緒に倒したいところ。雑魚と一緒に行きたいな。よし、いけたね。よし、OK。なんだ、ナイトモード。まあ、今更だな。なかなかのもう、嫌なステージだったね、ここは。ほんと嫌いだわ。装備を変えて、クリアです。よし、クリアしました。苦労した甲斐があるかどうだ。まあ、ここはね。で、ここだ。262防具。夜の棒260か。いやー、なんかしょぼいな。しょぼかったな。まあ、見てみましょう。夜の棒。うん。いらない。お供え物だね。で、骨の弓も、これお供え物にならないんで、まあ、なるにはなるけど、印が1個しかつかないんだよね。なんで、いりません。ツインボウ失われた魂いらない。全部お供え物だ。で、こっちもそうか。夜の棒が出たのか。いりません。ミステリー。いらない。ひどいもんだ。ひどいもんだわ。なかなか難しいね。まあ、295個。また、古代狩り、やっていきますね。はい。今、何を探してるんだっけ、俺。まあ、とにかく、35% 軽減の防具で、で、それにさらに、ポーションバリアとクールダウン。あと何がいいんだろうね。あ、できれば影の衣とかがいいのか。やっぱり無敵になった方がいいもんね。影の衣がベストかもしれない。今使ってるね、バブルバースターのビルドって考えると。まあ、とりあえず、もう少し、頑張ってやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。